今回ブレーキパッドはタイプ S とタイプ C の2種類を設定させていただきました。野尻選手にテストドライバーでやっていただいて、かなりの周回数走っていただいて評価をいただくことができました。パッドはやっぱりミニサーキットもあれば、例えば鈴鹿サーキットだったり、ああいう大きいサーキットもあるし、走るコースによって当然求められるものが少しこう変化してくるんで、やっぱりミニサーキットとかだと、まあ、こう割と街乗りも行けてっていうところもこう大切にしなきゃいけないんで、その中でもなんかすごくいいぞっていうものが見つかりましたね。気もするし、ですごいこうね、リリースしていく時のフィーリングもすごい良くて、コーナーのクリッピングポイントに向かってね、こう1キロ2キロをこう稼げるような、そういう繊細な調整がすごいしやすかったなっていうのが印象的でしたね。タイプ S についてはストリートでの扱いやすさを重視して設定をさせていただいております。ペダルタッチの剛性感、リニアなコントロール性といったところで、純正に対して性能の向上を実現しております。タイプ C についてはさらに高い制動力を発揮するような、設定にしておりまして、ミニサーキット等で、タイムを狙っていけるようなパッドに仕上がっているかと思います。